このチャンネルは、ロコネコの魅力を発信し、里親様を探すお手伝いをしています。最後までごゆっくりご覧ください。皆さんこんにちは、猫兄さんです。今回の動画は、黒猫ジジイに似た保護猫はサッカー上手、店長さんと猫兄さんの対応の違いということでですね、この子がマームちゃんって言いますよ。2歳の女の子なんですけれども、お目目がまん丸ですごい可愛いでしょう。魔女の宅急便のねジジイにすごい似てるかなとも思うんですけれども、いかがでしょうかね。はい、綺麗な顔してるわマーム。撫でられるのも嫌いではなさそうですよね。お尻タンタンはどうですか。お尻タンタン、おもちゃでも結構遊べる子なんですけれども、遊んでみようかな。猫じゃらしがね取れてるんですけれども、猫パンチしてくれておりますよね。うん、カミカミして可愛いよ。お姉さんになってきたということでですね、積極的に遊ばないんですけれども、おもちゃを見せるとねこうやって遊んでくれてますよね。でマームちゃんっていうのは実はですね、もう生後3日ぐらいから店長さんの手元にいてるんですよね。で育てられてるので、店長さんのことはママとね思ってるかもしれないですけれどもね。マームちゃんといえばですね、新天地開闢集団ジグザグさんのミュージックビデオでですね、拙者忍者猫忍者ってあるんですけれども、巫女様の手のひらに乗ってた子猫ちゃんがねマームちゃんなんですけれども、こんなに大きくなりましたよ。ねえ、美人さんに育ちましたわ。でマームちゃんのね一番好きな遊び方っていうのがあるんですけれども、今回はね後ほど紹介したいなと思っておりますよ。今回のお店は新大阪付近阪急 JR 淡路駅近くにある保護猫カフェ森の猫屋さんです。でマームちゃんのね一番好きな遊び方今からやるんですけれども、コロコロあるじゃないですか。コロコロのボールを投げてもらうことなんですけれども、すぐに反応しましたよね。じゃあ猫兄さんも投げますよ。よいしょ。ねえ、ダッシュしてますよ。さすが猫ちゃんって感じしますよね。めちゃくちゃ速いですよ。でもね、持ってきてはくれないんですけれども、もう一回投げるよ。あれ、もう遊ばへん？あ、止まったね。じゃあ投げてみようか。マーム行くよ。またダッシュしてくれた。あれ、今日サッカーせえへんな。ダッシュ、あ、してるしてる。ドリブルしてるやん。すごい動きやね。ちょっと目で追っていくのも大変なんですけれども、さすが猫ちゃんやな。ただ今からね店長さんが投げてくれるんですけれども、店長さんとは対応が全然違うんですよね。マームちゃん嬉しそうやで、尻尾ピンになってますよね。投げますよ。キャッチしようとするんですよ。猫兄さんこれ何度も挑戦したんですけれども全然できないんですよね。ね、走るだけでしょ。小麦ちゃんが走ってきたね。小麦ちゃん、お、奪い合なった演習。本当にサッカーになっておりますけれども、ありゃ隙間に入ったんちゃう。ということでですね、店長さんが取ってくれておりますね。まあこれは猫あるあるですよね。あ、取れた。あ、すぐ取れるやん今回はね。投げると、あ、走ってくれた。小麦ちゃんと走っとるね。行くよマーム。マーム、キャッチしてほしいな。飛んでくれへんやん。もうタイミング分かれへんわ。あ、もしくは店長さんやからやってくれてるんかなって気もするんですけれども。さあマーム、店長さんやってくれるよ。あら、ま、もうええか？飽きてきたひょっとして。マーム、見てくれた？キャッチ、すごい大ジャンプでしょ？どうやったらできんねやろか。まだね今度挑戦したいなと思うんですけれども。落ちてからやん飛ぶんが。ねえ、猫って面白いでしょ。もう一回投げるよ。もう飽きてきたか。大丈夫か。あらあらあら。あんま反応してくれなくなってきた。そうか。マームもういい。もう遊んでくれへん。投げた、追いかけた、コロン。疲れたみたいです。
もう遊べへんの？もふもふしようか。じゃあだいぶ疲れたね。まあこれだけ走ってくれたらね。ちょっとなんかキックされましたけれども。お尻タンタンタン、どうですかマーム。ねえマーム、まあだいぶね穏やかになっておりますけれども、あ、もうええんかな。これ以上撫でないでってことかもしれんけどもね。ね、猫パンチして捕まえてますもんね。噛んでないかおい。噛んだやろマーム。おもちゃ、おもちゃやったら噛んでいいよ。おもちゃね、噛んだ。やっぱまずちょっと遊びたいって気持ちあるんかなって気はしますよね。ちょっとお腹ハゲてないか。な、舐めすぎとかちゃうやろな、あんた。マーム、あんた美人さんなんですよ。もうちょっと遊ぶかな。無反応。あ、小麦ちゃんが来てくれたね。小麦ちゃんすごい元気やな。最近ね、よくね、小麦ちゃん遊ぶようになってきたんですよね。すごいダッシュでしょ。あ、また入れるんちゃうやろな。大丈夫かな。あー、入っちゃった。ということでですね、撮ろうと思うんですけれども、ナルトくんが寝てたので撫でておりました。撮れるかな。あ、すぐ撮れる。じゃあ投げようか。ね、マーマ、もう走れへんか。マーマ走れへん。じゃあ投げようかな。あ、小麦ちゃんがしてくれたね。ムールも一緒に反応したんやけどね。マーム、お尻タンタンタン。あ、隙間気になるか。またこの狭いとこ入ってくれて、まあすごく嬉しいんですけれどもね。ほんと綺麗な顔してるわ、あんた。そして、カキカキカキ。上にはパンタがいましたね。あんた噛もうとしてるな。あららら。じゃれとりますわ。なんかビクーってなったけど、どうしたんやろか。やっぱ黒猫ちゃんだけだったらすごい毛づやピッカピカですよね。遊ぶ？もうちょっと遊びたい？紐。隙間が気になるか？ポンタは？あ、ポンタ遊びたい。ポンタ6歳超えてるんですけれどもね、結構遊んでくれるんですよ。小麦ちゃんはよく走るよね、まだね。加えとるか。遊ぶか、まだ。ん？マームもまだ遊びたいかな。キャッチしてくれたよ。店長さんほどのジャンプ力はなかったんですけれどもね、ようやくね、キャッチしてくれた。でも遊ばないような気がするな。今日はね、マームとサッカーして楽しかったです。皆様いかがだったでしょうか。マームはジジネでとっても可愛かったですよね。これからも猫ちゃんの可愛い動画、癒しの動画配信していきますので、チャンネル登録や高評価よろしくお願いいたします。はい、今日の動画は以上です。保護猫カフェ森の猫屋さんでした。